氏は中国院王朝の政治家、文部長の子で帝角乙の弟、帝角神のお父にあたる。身の国に封じられたので騎士と呼ばれる。名は諸世。朝鮮で騎士朝鮮を建国した。紀元前数世紀頃の朝鮮半島民の国は当時の院の最北端にあたり、北方の異民族の力が強い地域であったが、騎士はよく治めてこれらを威服させることに成功した。 その功績を認められて中央に戻ると、三角ツやドシ神に仕えた。騎士は、農事、商業、礼法などに通じ、騎士が政治をとっている間には大いに栄えた。ある時騎士は、ドシ神が、象下の箸を作ったと聞き、象下の箸を使うなら陶器の器では満足できず、玉の器を作ることになるだろう。玉の器に盛る料理が粗末では満足できず、 三階の珍味を乗せることになるだろう。このように贅沢が止められなくなってしまうに違いないと危惧し、贅沢をやめるように還元した。後に、三角心が暴君化すると、悲観と共に、三角心を何度も揺さめるが、聞き入れられないとわかると、陰のゆく末を憂えるあまり発狂したため、三角心によって遊兵された。後に、武王が陰を倒すと騎士を招兵して政治について問い、 そのあまりの外白さに共嘆したという。武王は騎士をあがめて、家臣とせず、朝鮮に封じた。朝鮮公騎士は、院の移民を率いて東方へ赴き、礼儀や農事、養蚕、旗織りの技術を広め、また藩、金八条を実施して、民を強化し、騎士朝鮮を建国したという。騎士が武王に、後半級中を教えたことをもって、騎士は、後の李氏朝鮮で、 中華文明の保持者及び、朝鮮での戦王の道の創始者として祀られた、聖人となる。特に平壌は、士朝鮮の都として認識され、平壌に、院大の他勢である、伊田聖の痕跡があり、これは、聖人騎士が残したことだと認識され、李氏朝鮮初期から騎士を祀る指導があった。騎士が、遺敵だった古朝鮮に反、金八条を教え、これは、 騎士の人生は不幸であるものの、朝鮮としては幸いなことであり、世を治める騎士の教えが後半に治められ、君、真が誠に後半を受け入れて行えば、千年前の騎士に直接会って教えられるよりも良いことであり、騎士が朝鮮を治め、朝鮮が中華の国になったという認識は、朝鮮王朝の儒者の一般的考え方で、後の小中華思想の根拠となる。18世紀の 家内服は中華文明イコール例、文の保持者として騎士を崇め、こうした騎士の例、文を継承した朝鮮こそが中華であると主張している。宮城谷正光は院の最相小,小姿と騎士が同一人物であり、名の所与が同音の小姿と表記された可能性を指摘している。騎士にはそれなりの歴史的背景が考えられる。中国古代の院 習金属文化圏では、紀元前10世紀以後、三島の西の未族が、陰、衆の権威の下で、朝鮮西部に接する領霊で活動していた。縁、聖人の到来は、古くから存在した。北京市淳義剣、河北省東部、両政大忍下川で、そのや、未公という名の聖衆初の騎士の時代の聖銅器が、多数発掘され、騎士と関係づけて捉える意見がある。 騎士は衆に参頂し、蝶の廃墟をよぎった。騎士は破壊された、宮殿後に麦が生い茂っているのを見て、悲しみ、干渉に絶えず号泣しようとしたが、衆への気兼ねがあるので、爆州の詩を作って栄画した。蝶の民はこの詩を聞いて、皆、涙を流した。ここから、亡国の嘆きを、麦焼きの丹と呼ぶようになった。平ン,ンに騎士領があったが、 1959年、北朝鮮政府は、騎士領を、封建的支配階級の時代主義の産物であり、朝鮮民族への侮辱と断ずる、近日政の指示によって、騎士領を破壊し、跡地は、ボタンミネ青年公園となった。騎士領朝鮮の氏族の清志周藩氏、幸い周騎士、大元仙悟氏、イチョンジョ氏は、騎士の子孫である。ありがとうございます。